これ2023年で実は過去10年でもね最多の倒産って言われててな、小規模の制作会社を中心に倒産は今後も高い水準で推移する可能性が高いって言われてるね。狙い目的でも明確にしてコンセプトメイクして世界観を作ってやっていくっていうことがないと淘汰される。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。小林さん、はいよ。小林さんって最近テレビ見てますか？全然見てない台風情報ぐらい見たんだよ。小林さん普段何されてるんですか？YouTube のシナリオ作ってます追われてますよ、シナリオに。すいません、ありがとうございます。もうちょっと早く出してすいません、はい、申し訳ないです、はい、2024年で、うん、結構倒産ラッシュが、うん、まあ、続いてるってあるじゃないですか、うん、話題になってるかなと思うんですけど、ね、うん、倒産バズってたね、うん、なんか2023年からテレビの制作会社も倒産続きらしいですよ、うん、だろうなだろうしょうがないね。あ、まあ、しょうがない、そうだと思う。これって結論なんでなんですか？結論から言うと、要は従来のさ、マスメディアの中でも非常に牽制があったテレビっていうメディアがさ、みんな見なくなって、企業の PR の中心がさ、テレビから違う媒体に移ったことによる広告収入の減少に伴って制作コストがなくなってさ、倒産していくっていう流れ。あ、なるほどですね、うん、不動産事業と結構関係があるんですか、テレビ局って？テレビ局はあんまり関係ないけど、別にテレビ局自体は結構不動産業やってるとこいっぱいあるよな。え、そうなんですか？めちゃくちゃある。なんかそういう影響とかも、うん、今後テレビ局が倒産していく中であったりするんですか？うん、影響というよりかは、これ実はその今のブロードバンド化に伴ってさ、インターネットが普及してテレビの権威性が失墜するなんていうのは昔から言ってた話でさ、なるほど、それこそもう電通博報堂が全て牛耳ってたものが、インターネットメディアの台頭によってさ、どん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 さ、いろんなそのお金の流れが変わっていくっていうのは、これもうずっと前から言われてるから、うん、当然それに順応するためにみんなが知ってるテレビ局なんていうのはコングロマリット化していくわけ、多角化していくんだよ、うん、はい、いろんな事業を持ってってるから、このテレビ局の動向を見れば世の中のさ、トレンドっていうのはよくわかるよな。なるほどですね。そのテレビ局が今後どうなっていくのかだったりとか、うんうん、テレビ局の不動産事業についてちょっと教えてほしいです。 OK、うんうん、じゃあ本日はね、テレビ制作会社の倒産時刻とテレビ局の不動産事業について徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。小林さん、うん、そもそも今テレビ制作会社倒産の現状ってどうなってるんですか？うん、テレビ制作会社のさ、倒産の現状としてね、2023年で実は過去10年でもね最多の倒産って言われててだな。そうなんですか？今年もこの流れは止められない現状があるんだと、これも大変で、はい、そもそも長引く受注減に加え、制作コストや人件費上昇などから小規模の制作会社を中心に倒産は今後も高い水準で推移する可能性が高いって言われてるね。で、このテレビ制作会社の倒産は小規模業者を中心に推移してると、要は小さいところからどんどん淘汰されてってるって話だな、はい、2023年1月から9月の間でこれ14件ね、これ倒産してるんだ、はい、うん、でこれ約8割のこの11件がこれ資本金1000万未満の小規模事業者だった。これ構成で約まあ8割、 78.5% ね、はい、で負債もね、これ5000万未満で、これまあ小さいわ、これが12件、これ同 85.7% を占め、代表者を含めた従業員数の小さな零細企業が中心となってると。これテレビの広告費っていうのが2013年から比較して1000億も減少してるっていうところに気にして、このそうそう、まあまあな金額なんだけど、そもそも制作会社業界自体がさ、はい、普通に独立でできちゃうんだよ。あ、なるほど。そうだから普通に個人でできちゃうような個人事業主みたいなもんだからさ、そういったところがたくさん廃業してるっていうようなものが顕著になったっていうのがこのデータから現れてるって話。じゃあ使われてた優秀な人材がどんどん外に流れてってるって感じですか？まあ、というよりかは、もともとそれこそさ、うちにもさ、実際に TBS の撮影来たことがあって、あ、はい、その時に話聞いたりしてると、やっぱりね、最初から独立前提で制作会社選んでするんだって。あ、なるほど。だから当たり前なんだよ、独立するのが、はい、だからそういうこと考えたら、みんなこうやって小さいさ、制作会社が個人のつながりでさ、うん、仕事を取ってるっていうのが当たり前の業界で、それがやっぱり今のメディアのさ、世の中の流れによって、テレビっていうものからネットメディアにシフトしていくことによってさ、うん、当然仕事がなくなるとみんな制作することができなくなっちゃってさ、うん、基本多重下請け構造だからね、このテレビの制作も、はい、みんなこうやって廃業せざるを得ないっていうのが、このテレビ制作会社倒産の現状だ。なるほどですね、うん、この現状に対して、うん、今影響ってどういうものがあったりするんですか？うん、このね、テレビの制作会社の倒産の影響は4つあって、はい、まず1つ目がね、メディアの多様化ってことは言えるんだよ。
YouTube とかもそう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 これどういうことかって、まあ、鶏が先か卵が先かの話なんだけど、はい、結局ささっきのさ今まで主軸とされていたテレビっていうものからネットメディアにこうやってユーザーの趣味思考が変わっていくことによって広告費が減少して制作会社が倒産していくって話なんだけど、はい、これさそもそもこれどんどん加速していてだな例えばネットフリックスとかさこれネットフリックスなんて分かりやすくてそもそもグローバル展開前提でいや爆発的な制作コストかけてやるからそれこそもうドラマオリジナル作ってもさ制作費のかけ方が違うわけえぐいっすよ、ね、そうだから地面師なんかでもさあのメンバー見たらまあまあちゃんとしてるぜ確かに映画レベルであるでしょ、はい、だからそれ考えたらやっぱりさ今までみたいにテレビのモデルってスポンサーにさ例えばトヨタに3000万もらってさテレビの CM かけてそもそもレスポンス率は分かんないじゃん、はい、だけどユーザーに月1000円近く課金して要はユーザーに趣味思考っていうのは全部取れるからさどんなものを求めてるかとか分かるわけじゃん、はい、でそれに適したコンテンツとか求められてるコンテンツを作ってヒットさせるって非常に的確にできるからさ、うん、全くもってこのオンラインでのネットメディアが主軸になっていくことによってこのメディアの構造が変わるってことだからさ、うんうん、だからこれすなわちメディアの多様化によって構造自体が大きな変化が流れとしてなっていくでしょ、うん、これも止められないから、はい、当然制作会社っていうのはどん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 淘汰されていくっていう流れになるかな今後もなんかネットフリックスみたいな、うん、なんかまた違う媒体も出てくる可能性ってあるんですか、うん、全然出てくるだろうしネットフリックスってさもう出てきた時に何それって思ってたけどさ、はい、やっぱりこのメディアの業界ってめちゃくちゃ多角化してんだよ、うん、多角化してるからってことはどういうことかっていうと余暇じゃんこのメディアって、うん、そうですねでネットフリックスの1000円ってどこと競争するか例えばスターバックスに使う1杯500円のコーヒーとか、うん、ユニクロで買うさ2000円のさシャツとも競合になるわけよ、うん、みんなのいわゆる生活に必要じゃないものじゃん、うん、っていうところと競争になるからさ当然ありとあらゆるところと競争になっていくとは思うけどね、はい、これがまあこの今のネットメディアの今後なんだろうな、はい、次2つ目、はい、制作費の圧縮ですやっぱ先ほどの広告費が減少したそうなの当たり前の話で、うん、もうさテレビみんな見ないんだからだって俺だってさ、うん、何正月とかでもさ昔はさやっぱりさ行く年来る年とか紅白歌合戦とかさ笑ったらあかん警察とか、はい、とか見てたけど見ないもんねここ2年ぐらいさ確かに言われてみるとそうでしょもう見なくなりましたね年末テレビ見ないじゃん確かにってこと考えたらもう完全にさこれテレビってそもそもメディアとしての機能が失墜しつつあってさ、うん、当然のことながらスポンサーはそこにお金をかけずに違うネットメディアにお金をかけるようになるから、はい、制作費もさ当然圧縮されるしさ、うん、お金が回ってこないってことは作れるものも限られちゃうわけ、うんうんうん、でテレビなんかたんまにつけるとさ大体さグルメ番組ばっかじゃん確かにあれが一番安くて視聴率が取れるんだって大体、はい、鉄板が犬猫の動物とグルメらしい、はい、あそうなんですねお金かからずに視聴率が取れるんだってなるほどだからそんなのばっかになっちゃうからさ、はい、コンテンツとしてはやっぱり硬直化していくからね、うん、やっぱりこれからますますこの制作費の圧縮によってさどんどんテレビっていうコンテンツ自体が魅力が薄れていくっていうのはもうこれ避けられない可能性が高いかなやっぱ YouTube の存在も大きいですかまあ全然でかいと思う、うん、間違いないそうですよね、うん、分かりました、はい、3つ目これ優秀人材の輸出ですああ先ほどの独立前提の、うん、そうそうそうこれもさうちにさその TBS のさジョンソンって番組が豪邸トレジャーハンターってさ、はい、この YouTube 撮影してる地下を芸人さんすげえ人数来て、はい、ロケバスも何台も来てさ、はい、撮影したんだ1日、はい、なんだけどこれってさやっぱりもうネットメディア例えば YouTube なんかでもさ放送作家入れる時代なんだようーん簡単に言うとな、はい、だから芸能人の方々が自分の YouTube チャンネル持つのも当たり前になってきたし例えば中田敦彦さんのさ、はい、YouTube 大学もそうでしょ、はい、なんかすごいさちゃんと準備されてるじゃんだけどやっぱあれって先駆的にやって結果テレビのメディア干されたりしてるわけよそうですね、うん、だけど今はそうじゃなくてやっぱりみんな YouTube チャンネルを持つことが当たり前になってきてるじゃんもうディレクターの方も持ってたりとかそうもう芸能人さん持ってるの当たり前なんだよそうなんだよでそこに本来テレビの放送作家の人がその芸能人の番組企画したりしてるからもはやさなるほどNHKにお金を払ってテレビ設置する必要がなくて Google テレビもしくは PC でも十分になっちゃってるわけじゃんってこと考えたらやっぱり過去やっぱりさヒットをたくさん生み出してきた放送作家の方もたくさんいらっしゃるんだけど、うん、そういった方々がそうやってネットメディアさん、まあ、作り込み違うわな芸能人のチャンネル見ててもさもう作り込みが違うじゃんそうです、ね、もう要はオープニングからさ、はい、もう全くもって金のかけ方違うから、うん、やっぱり明らかにこの優秀人材がどんどんテレビの業界から去ってだな、うんね、ネットメディアの方にシフトしてるっていうのはあるよねなるほどですね、うん
じゃあもうどんどん人材不足に、まあ、だって予算がないからさ、優秀人材集まんないの当然なんだよ。そうですね、まあそれはしょうがないよね。確かに個人で YouTube のディレクションをやった方がフィーはもらえますもんね。うん、じゃあ取り分が違うじゃん。お台場にあるさフジテレビなんかとんでもないテレビ局なんでしょ、はい、実際うちにもさ過去にフジテレビに勤めてた会員さんが昔いたんだよ、ご夫婦でね、はい、言ってたもん。やっぱりそうやって今までは良かったけど、どん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 そうやってネットに流れてって儲かんなくなってんだって、うん、でお台場冒険王とかやるらしいんだわ、うん、あれもさ俺行ったことないんだけど、はい、ああいうイベントって結構ぼったくるじゃん、はい、ディズニーランドと一緒じゃん、うん、なんだけどやっぱり元々やってるそのスポンサーからのお金の利益率に比較したら全然儲かんなくて手間がかかるからアホらしいんだって、うん、ってことを考えたら、うん、俺らからしたら普通考えたら儲かるビジネスなんだけど、過去の成功体験があるからさ、はい、全て牛耳ってたわけよ。もう要はテレビ局が一番偉いみたいなね。なるほど。でそこに電通博報堂がお前ら枠やるから取ってこいやみたいなさ、で何千万何億円っていうね枠を取るわけでしょっていう風に、その世の中のさ世論を全て支配してたのはテレビだったからさ、はい、そういったような時のいわゆる既得権益がどんどん崩壊しつつあるっていう流れの中で、当然優秀人材はテレビ業界から足を洗う人っていうのは当然多くなった。なるほどですね、分かりました、うん、4つ目 AI の導入と人件費の削減です。 AI もやっぱ影響あるんですね。まあでかい、もうやっぱ生成系の AI ってさ、今までもう何日もかけてやってたものがボタン一つでできるような時代になっちゃってるからそう、例えばロゴ一つ撮ってもそうでしょ、はい、インサートの画像を撮ってもそうでしょ、はい、もっと言うとさ動画なんかもさ普通に編集ができちゃったりとか、例えばテロップ入れるのだってさブリューとかでさ一発で入っちゃったりするわけじゃん。あ確かに、そうそうそう、だからもうあらゆる生成系の AI を使うことによって、今までとてつもない人工をかけてやってたさ作業ってものは一気に減るし、うん、そもそもいらなくなっちゃうんだよ、うん、ほんとね、さっきのあの TBS の撮影来た時もさ、もうねカメラね何台くんのみたいなさマジで、はい、とんでもねでっかいカメラがさ何台くんのって、だってもうこっちとらスマホ1台じゃん、何台くんのでしょ、う、ね、もう40人か50人ぐらいいるわけマジっすか、うん、やばいっすね、これでさもうとんでもない人数で来てさ、そらさ制作費かかるってみたいなさ、はい、挙句の果てに別撮りでさ車から何から一個一個インサートに全部撮ってくの、使うのちょっとなんだよ、どれ使うかも分かんないんだって、はい、みたいなさ超無駄なことやってるから、なるほど、それ成り立たなくなるわなっていうようなのが、このいわゆる従来型メディアのテレビの業界だよな。でここに AI とかやっぱり人件費が削減されるっていうのはもう当たり前の話。もしかしたら小林さんもバーチャルになってるかもしれないです、ね、いやもうもちろんもちろんあるよね、いらないもんな全然、だってさ何とかなんじゃねディープフェイクみたいなんでさどうもってお前もう、ね、適当に俺やんなくてもいいよ、適当に永田君がシナリオを考えて俺がちょっと色付けしてさ流したら勝手にさまたなーってやってるかもしれない。いやリアルな方がやっぱパワーもらえるんで、そう、はい、大丈夫、それはそれなくならない、まあ、AI の進化をちょっと心待ちにしてる。いやないっす、それは大丈夫です本当、はい、分かりました、影響については分かりました、はいはい、ちなみに、うん、テレビ局の事業の多角化っていうんですか、うん、あそうだな、の現状をちょっと教えてほしいです。 OK、 あのねこれめちゃくちゃ多角化してて、はい、例えば TBS なんかはさ不動産会社と呼べるぐらいめちゃくちゃ不動産資産持ってんだよ。マジっすか。そうそう、だから結構 ね昔から一時楽天に敵対的買収されかけたりね、うん、みんな狙ってくんの資産持ってるからな、はい、なんていう話だし、昨今ではね教育コンテンツを強化するためにやる気スイッチグループで、まあ、塾やってるとこな、を買収したりしてるんだ。こう連結子会社がね、でしかもこう同日動画配信サービスの U-NEXT、 これもともと有線がさ作ったあの動画配信事業に追加出資したりさ、あと衛星放送のワウワウを持ってたりするよね。あと面白いのは2018年にパルコ買収してんだよ。パルコってあの百貨店みたいなやつ、はい、若者向けのな、はい、あれもやっぱりそもそもクロスメディアプロモーションであくまでそのテレビ媒体を主としたムーブメントを起こすっていうようなことやったりとかさ、アナログでの接点ということをやっぱ重要視する流れの中で連携できるじゃん、はい、テレビとキャンペーンを打って、その要は売り場があることによってさ顧客接点があることによっていろんなさ体験価値を提供できたりするでしょ、うん、だそういったところも含めて単純にそのテレビ局っていうものがメディア産業だけじゃなくてあらゆるそのチャンネルからクロスメディアプロモーションを打って価値提供を順次ね拡大しているっていうのは分かりやすいよな。あ一事業としていろんな展開をしてるっていう、うん、まあシナジーを効かせるために多角化するってこと。なるほど。単純にだからテレビだけだったらダメなわけよ、はい、じゃあテレビが
がどんどん権威が落ちてるけど、でもテレビはテレビで権威が落ちたとて、うん、要は強いところもあるわけ。例えばおじいちゃんおばあちゃんって絶対テレビ見るでしょ、はい、俺ら見ないけどさ、ね、じゃあおじいちゃんおばあちゃんがテレビ見るってことはさ、じゃあ例えばよ、いまだにさ選挙に行くのおじいちゃんおばあちゃんだったりするからさ、うん、政策誘導したいとかさっていう話だったら当然おじいちゃんおばあちゃんになるしっていうような話だ。なるほど、うん、簡単にとしたことで次にね、日本テレビだな、はい、これ日本テレビはもうとんでもなくて、いわゆる読売新聞とか、なるほど、スポーツ報知でしょ、はい、あと出版社のさ中央公論新社、テレビ局は日本テレビ放送網だし、日本テレアックスオンとかってヤッターマンのタツノコプロまで持ってるんだよでコンテンツ制作会社ね、これタツノコプロってな、はい、であとは映像音楽のバップって会社ね、これ昔から有名だ、うん、であと映画のねスタジオジブリです、出ましたやばいね、はい、あと日活、これも昔からあるよな映画の会社な、うん、あとインターネットメディアの Hulu など、あらゆるメディアチャンネルを高く貸してる、これさすがに言ってるですわ、すごいっす。これはねそもそも正力正太郎さんっていうね、はい、CIA に寝返った人がアメリカの意向で日本テレビを作ったところから始まってるから、なるほど、ね、日本を洗脳するために作ったのが日本テレビみたいなそれ言っちゃっていいっすか、うん、で次富士メディアホールディングスな、はい、これもね新聞社の産経新聞で、あとはテレビ局富士テレビでしょ、うん、で BS 富士と、あと地方の FNS 系系列局でいっぱいあるんだわ、あとラジオ局の日本放送、あこの日本放送なんかはさライブドアが買収しようとして結構さ盛り上がったじゃん、はい、ね、だからメディアに手を出すとやべえよっていうのが堀江さんがよく言ってる話だよ な、あと村上ファンドとかね、うん、あと扶桑社な、出版社のな、うん、数多く のメディア企業を有する。テレビ朝日はねサイバーエージェントと共同でアベマね、アベマ TV とかアベマニュースとかアベマな、熱いっすよね、うん、熱いね、すごいね、ずっとドア赤字だったんだけどね、やっとね市民権得てきたよな、うん、で今度東映アニメーション、東映アニメーションだよ、すごいっす、うん、買収してる、はい、あらゆるコンテンツにまつわる産業を自社で持つと、目指すはウォルト・ディズニーみたいになってるわけだよ、はい、簡単に言うとね、日本のテレビ局各局は多角化をより進める形で企業存続をかけた戦いを展開してるってことよ。でもこれはねもう完全にさ業界構造としてさ、ブロードバンド化に伴ってスマホが普及したじゃん、はい、電子デバイスがさ、でその結果そもそもこの電子デバイス、いわゆるスマホの高性能化とかさ 3G が 4G になって、これから 5G になってるでしょ、はい、でもどんどんね加速していくわけよ性能が、っていうことに伴って今までテレビを見てたと、もっと言うと昔はさ街角テレビって言ってさ、はい、テレビが一家に一台なかった時代は、おじいちゃんおばあちゃん時代は、はい、だからテレビがある家にみんな集まってテレビ見てたんだよ、はい、街角テレビってさ、はい、それが今やこのスマホに入っちゃってさ、確かにでしょ、そうっすね、ネットでどこでも見れる時代になっちゃったから、はい、当然この生活様式の変遷に伴って日本のメディア各局っていうところはそこに順応したりとか、あらゆる価値提供をさ、企業存続をかけて圧倒的な資本力を武器にね、コングロマリット化を進めて、はい、事業にシナジーをかけてるっていうのが現状だよな。はい、わかりました、うん、今いろんなテレビ局が多角化してるっていうお話だったと思うんですけど、うんうん、不動産事業の進出ってどういう現状なんですか、うん、これも全然あの視力がある会社をやればよくて、さっき言った TBS が分かりやすいと、うん、まあ、簡単に言うと今さ日本のテレビ局各社のさその多角化の実情をちょっと話をしたじゃん、うん、でこれやっぱりさ得て増えてっていうか好き嫌いなんだろうね、はい、不動産を積極的にやってる会社もあれば TBS さんが好きだからさ、うん、積極的にやってんだよ、逆に、まあ、そうじゃない会社っていうのはそのお金をどこにかけるかって話になってくるから、はい、結論から言うと資本力があるところはやればいい話で、うん、資本力があるところがやってるだけの話なんですね、はい、うん、だからこれからもますますいろんな要は分散保有戦略上さ不動産事業っていうのは硬いからなんだかんだ言ってね、うん、で彼らも100億200億普通にポンと出るからさ、いや本当ねこれはねやっぱりやるべき会社が叱るべきところに叱るべき物件を組み入れていくってだけの話だから、これはまあ自然とさ分散保有戦略上事業特性として硬い事業を組み入れるという概念を持ってる会社はやるよな。なるほどですね、わかりました、はい、ちなみに小林さんの見解的にテレビ制作会社は今後どういう風にやっていくといいのかっていうアドバイス的な部分であったし、なるほど、これもう分かりやすくて、実はさ俺の友人でやっぱ YouTube チャンネルやってる人も当然いるんだよ、はい、でその方なんかはとあるテレビの撮影現場で知り合った方が撮影してんだよね。これってさやっぱりさ例えば永田くんおよびね永田くん率いる愉快な仲間たちのさ、はい、メンバーと、はい、テレビマスメディアから来てた流れの YouTuber と何が違うかっていうとさ、
いい作品の定義が違うんだよ。うん、で何が違うかというと、我々なんかはビジネス系 YouTube でしょ、はい、やっぱりさ、例えばレスポンス率とかさ、そういったところが大きい。東洋経済っていう経済誌があって、はい、日本 DM 大賞っていうね、毎年日本郵政が主催してる賞がある、はい、DM に関しての賞だから、うん、電通とか博報堂が取るんだけど、はい、やっぱりね、ああいうの得意だから、うん、まさかのさ、そのゼロックスってプリンターメーカーが日本 DM 大賞取ったんで、はい、ゼロックスの物販卒業ってタイトルに載ったんだけどさ、物販卒業、はい、で、まあ、プリンター売るの卒業って書いてある、はい、でどんな話かっていうと、はい、JTB トラベラントって会社なんだけどさ、はい、そこに対して事前にさ、ユーザーにアンケートを取って4証言にユーザーの趣味思考を全部明らかにして、うん、そのユーザーの趣味思考にマッチした絵はがきがさ、手書きフォントでさ、友人から届くみたいな DM を送ったんだよね。例えばじゃあ理知的な人は北欧オーロラを提案とか、アクティブな人はハワイを提案みたいなさ、うん、手書きフォントだから裏面がハワイのさ、海が載ってて、手書きでハワイめっちゃ良かったよ、 JTB トラベラントに一回旅行の相談してみたらどうですかみたいなさ、 DM が行くわけよ。確かになんか機械的なものよりそっちもらったら嬉しいですね。そうそう、はい、だからそれも事前に自分が何が好きかっていうのを事前に分析した上で、趣味思考に応じた表現で言ってるわけよ、うん、でそれが3割の人が来店して8割旅行を注文したっていうのが日本 DM 大賞に選ばれた。なるほど。すなわちどういうことかっていうと、はい、従来電通博報堂とかさ、テレビ CM でレスポンス率なんていう概念はなかった。テレビ CM で3000万かけてさ、レスポンス率なかったっつったら CM やらないじゃん。だからそこご法度だったんで、はい、電通博報堂が牛耳ってたレスポンス率関係ない業界に、そのレスポンス率が3割で、紙の媒体だぞ、はい、3割でコンバージョン率8割で革命的だって言ってプリンターメーカーが選ばれたっていうのがあって、なるほど。で、まあ、簡単に言うとマスメディアはレスポンス率は測れないわけ、うん、っていうことはどういうことっていうと、従来のマスメディアをはたいた映像制作の会社にしてもさ、そこの出身の人にしても、いいものの定義が違うっていうのはどういうことかっていうと、ビジネス系の YouTube、 我々なんかでレスポンス率上がったりとかさ、世界観とかさ、コンセプトメイクとかさ、はい、全部でしょ。そうですね、それ全部永田くんが考えてるわけじゃん、はい、簡単に言うとな、はい、じゃあ制作会社の人たちのいい定義っていうのは、要はエフェクトが優れてたりとか、シナリオが良かったりって、そういうところではないわけよ、YouTube ってさ、はい、だからそういった意味でも、この制作会社も例えば IT マーケティングにまつわる動線の設計であるとか、うん、全体の PR 戦略の中の一つの映像の手段としての YouTube があって、 PR があって、 X があって、インスタがあってってさ、うん、全体設計を学ばないとそもそも生きていけないっていうことが、この従来型の制作会社の淘汰にまつわる生き残りに必要な手段がそこってる。なるほどね。なんかただ面白いとか完成度が高いものではなく、ターゲットにちゃんと刺さるような動画ってことですよね。何がやりたいかって全然人によって違うわけじゃん。俺なんかさ、一切マネタイズいらないって言って一応始めてるでしょ極論さ、一切いらないみたいなさ、はい、だからホームページからいくら問い合わせしたとて何もないのはそういうことなんだ、はい、マネタイズいらないみたいなさ、はい、だけどじゃあ全部の企業はそうじゃないじゃん、はい、やっぱりさ、何をしたいかとかさ、認知をしたいのか、商品を訴求したいのか、例えばさ、俺の友人なんかだったらリクルーティングしたいんだよ、うん、新しく社員をそこから憧れて来てくれたらいいなって言ってやってたりする。だからそれだってさ、じゃあ実際にその方に聞いたら、実際に来てるかどうか分かんないっていうわけよ、うん、効果が分かんない。だったらそれってそもそも多分永田くんがやるとそんなことないと思うんだよね、はい、やっぱりそこって従来型のメディアって効果を測定するって概念がそもそもないから、はい、これが分かりやすく言うと、さっきのトヨタ自動車の CM3000 万と電通博報堂をやるのと、うん、さっきのゼロックスが DM 大賞を取った要はレスポンス率って話になるから、なるほど、そこが従来型メディアのすごいレベルが高い映像制作の人たちが生き残るためには、このマーケティングの全体設計とか PR にまつわる全てっていうものを全部理解した上で、その手段として映像ってものがあるっていうところを理解しないと生き残りができない。確かにそうですね。逆に制作のなんか技術はめちゃくちゃあるじゃないですか。そう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 。そこさえできてしまえば逆にめちゃくちゃ革命というか、まあ、本来な、はい、それがそもそもそこまでのものがいるかどうかって話もあるわけ。ああ、なるほど。でしょ、完成度なんで、俺らなんてさ、これ一発撮りなわけじゃん。そうですね、一発撮りなわけだよ。毎回7本一発撮りで、はい、そうすね、あのかもうがないしようが全部一発撮りなわけじゃん、はい、そうですね、でそれでもやっぱりさ、ちゃんと視聴者さんが満足してくれたりするわけでしょ、はい、そうですね、そこにね、放送作家が必要でってやってさ、狙ってるところが違う、うん、俺たちはやっぱビジネス系の YouTube だからさ、ね、また違うんだけど、はい、そこはやっぱり時流の流れに応じて、これ間違いなくテレビっていうものが権威はなくはないんだよ、うん、だけど失墜してるのは間違いない、はい、じゃあ今視聴者がどこ行ったかっつったら
っぱり YouTube であり、うん、Netflix でありさ、ABEMA TV とかなわけでしょ、うん、ってことはそっちに当然シフトしていくけど、何が違うかっていうとオンデマンドなわけよ。自分の欲しい情報が欲しい時に欲しいだけ見えるじゃん、うん、簡単に言うとさ、はい、テレビってさ一回流しちゃったら終わりじゃん。はい、そうです ね。だからそういうあんだけ手間かけて一回流しちゃったら終わりなわけよ。 TVer だってちょっとしたら終わっちゃうから、うん、そこって全然やっぱり違ってて、逆立ちしても勝てないじゃんそれって、うん、テレビといつでも自分が欲しい時に欲しい情報を得れるっていう、まさにオンデマンドなわけ、はい、それも考えたら確実にこの世の中がこっちに変わってて、 Netflix は台頭するのもそうでしょ、はい、簡単とな、はい、だからそういったようなことも考えたら従来の制作会社の方々はやっぱりこっちに順応していくっていう、もともとね持ってる強いのも当然あると思うんだよ。それをベースにしてこのマーケティングの全体設計とかさ、うん、PR にまつわるブランディング戦略っていうところを具体的な施策と今の効果を測定するというようなところと、狙い目的でも明確にしてコンセプトメイクして世界観を作ってやっていくっていうことがないと淘汰される。わかりました、うん、ありがとうございます。はい、本日の動画のまとめです。今日はね、テレビ制作会社の倒産実態とテレビ局の不動産事業について徹底解説しました。結論から言うと、時代はテレビからインターネットってものに変わって、こんなものはね昔から騒がれてさ、どうするどうするみたいに電通が蜂の巣をつついたようになってたの。15年ぐらいからやってたんだよ、簡単に言うとさ。これもさ、何でもそうなんだけど、インターネットが普及した結果そうなったわけでしょ。テレビ見なくなったわけじゃん。ってことはどういうことかっていうと、時代の要はニーズに順応していくだけの話よ。で、分かりやすく言うとさ、イーストマンコダックっていうさフィルムの会社があったの、はい、黄色い箱のフィルムがあったけど、これ倒産しちゃったんだよ。うーん、だけど富士フィルムって会社まだあるわけだ。ああ、知ってます、うんうん、はい、富士フィルムっていう富士ゼロックスの親会社でさ、はい、今富士フィルムビジネスイノベーションジャパンって会社になっちゃったけど、はい、富士フィルムっていうのはもともと緑の箱でフィルム売ってた会社、うん、で親会社がダイセル工業って言ってた化学品のメーカーなんだけどさ、要はフィルムだけ売ってたらフィルムなくなっちゃったからさ、はい、倒産してるわけよ。なるほど。で、今のイーストマンコダック社はなくなっちゃった、はい、倒産しちゃったじゃん。だけど富士フィルムはまだ生き残ってる、うん、何やったかっていうと、富山にある製薬会社を買収してさ、いわゆる製薬の領域に進出したりとかさ、うん、いろんな形で要は時代の変遷に応じて多角化し価値提供を変えていくわけよ、うん、ってことは今日のテレビ制作会社も全く一緒で、テレビ局自体がさ価値提供を変遷して多角化してるわけじゃん、はい、ってことはそこから下請けを受けるその制作会社も同じように時代の変遷に応じて順応していかないと淘汰されるっていう、まあ今日はいい例だったからさ、やっぱりね今の IT メディアの台頭っていうのは、我々よくメディアの民主化って表現するんだけど、はい、我々 YouTube 始めてさ10ヶ月でさ、はい、6万人超えちゃうわけじゃん、はい、これ完全にメディアの民主化の現れだからさ、はい、だからそういう意味では制作会社だけじゃなくてね、このチャンネル見ていただいている皆さんは世の中の趣味思考とか生活様式が変わるっていうところに順応しないと淘汰されるっていうところを、これがこの話の本質だと思うので、はい、その本質をぜひ理解していただいた上で、ご自身のお勤め先とかもしくはご自身の事業とかね、もう一回再定義とかさ、事業の設計なんていうのを考えていただくといいと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またな。ちなみに小林さんは過去テレビ番組でこれ一番好きだったなっていうのありますか？西部警察。西部警察知ってる？分かんない西部警察はね、今じゃ絶対考えられない街中で爆破しまくんだよ、ボガーンって。え、どういうことですかいや本当ね、はい、爆破すんの、バーンバーンバーンって、すごいね。その爆破の派手さが絶対今じゃ無理でしょっていうのが西部警察だよね。危ないデカとかさ、はい、まあ、もっと言うとトミーとマツとか、まあ、全然知らんと思うけど、いわゆる刑事ドラマだな、はい、刑事ドラマの西部警察って、それこそ今は亡き大門軍団って言ってさ、渡里哲也とかさ、はい、もっと言うと舘ひろしなんてもうね、めちゃくちゃかっこよかったよ。まあ今でもかっこいいけど、はい、いわゆる刑事ものだな。うん、刑事ものの、それこそもっと昔の太陽に吠えるから来て、ある意味日本でいうさ特撮映画みたいな感じで、はい、うん、パトカーが爆発したりとかさ、ヘリからバシバシさ街中でショットガン撃ったりとかさなるほど、今じゃ絶対に考えられないことやってたのがこの西部警察。なるほどっすね。じゃあちょっと不動産兄貴警察もドラマ化するっていうことで警察ではないドラマ化進出するってこと難しいな、はい、うん、ちょっと今後に期待でお願いします。はい、ありがとうございます。はいよ。